です。フロムブラジル、21歳、ディボンブラジル所属、2015年ワールドカップチャンピオン、ペドロ・ラファエル・マーケス。対しまして、もう一名を紹介させていただきましょう。昨年、彗星のごとく世界にその名をとどろかせました。突如世界にその名をとどろかせた高校生、17歳、現在レッドブルアスリートにもなりました、ディボンスラックラインインターナショナル所属、木下春樹。両者による争い、果たしてどちらが決勝進出になるでしょうか。ジャッジ準備よろしいでしょうか。さあ、オーディエンスの皆さんも準備よろしいでしょうか。参りましょう、準決勝スタート。さあ、すでに決勝1枚が決まっております。もう1枚の決勝カードを決めなければなりません。どちらの選手が決勝進出になるのか、目が離せないところ。コープロマウンテンゲームズ、2017年アメリカにおいて優勝を果たしました木下春樹オンダライン。さあ、突如昨年彗星のごとく世界にその名を知らしめました。世界の名だたる大会で優勝をかっさらっていった男、木下春樹。そして対するは世界のエンターテイナー、ペドロ・ラファエル・マルケス。昨日からですね、一気にこの会場の空気を持っていくこの男、スラックラインワールドカップ2015年ブラジルで優勝。その方がですね、ブラジルという国籍でフライピザの関係で他国での大会には出場できませんが、最も世界で優勝する確率の高いんじゃないかと言われているそんな実力者、ペドロ・ラファエル・マルケスを対決。そして今ライン上、木下春樹、日本が生み出したスーパースターの一人、高校生、高いエアと美しいフリップ、さらにバック、足を大きく広げながら、さらにバックフリップ、フロントダブル。まずはといったところ、本人も調子が良さそうです。さあ、そしてペドロ、スラックラインを愛するブラジル男、ラテンの血が騒ぎます。会場を毎度毎度盛り上げてくれるこの男、何をしてかすか分かりません。僕が声が枯れてしまったのは昨日こいつが盛り上げすぎたからです。さあ、360、逆方向の360、スイッチ、さらには360からバックリップ、フロントフィートをピタッと止めていきます。さあ、そしてレッドブルインターナショナルのアスリート、さらにはギボンスラックラインインターナショナルアスリート、広瀬アルヒバックバナーからバックします。そしてフロント、高さのあるレア、さらにリアーレス、フロント縦後ろ前後ろと華麗にラインの上でパフォーマンスを繰り広げる。さらにバナーからのフリップ、リアーレスを狙いましたが、わずかに大差する。さあ、ペドロ、会場を一気に味方につけてくる。彼は会場の盛り上がりそのものが全てを自らの力に変える男。さあ、まずは高さを出しながらバックバナー、そしてフロントのフィアーレス、さらにバックの、さあ、ということでしょうか、スプリントと言われます。さらにスプリント、大会試合そのもの、そしてスラックラインを愛し楽しみ続ける男。対するはクールに技を決め続ける男、木下春樹。フェザーフリップ、さらにバックからエンジェルフリップ決めてきた。前にも後ろにもひねりを加えてくる。さらにフィートンから大きなフィアーレス、さらに後ろのアラビアン、バックフリップ、フリーボールからスパイラル、オート、セブンティエンティーアセンション、2回転回してきました。さあ、ペドロもそれに負けじと対抗して何を持ってくるか、ダブルバック、さらにフリーボール、ダブルのスパイル、2回転回しました。スパイラル、とんでもない男です。彼に集中力
というのはどこにあるんでしょうか。流れの中でまるで水のように涼しさのように去っていきます。さあ、そして会場を沸かせる広下歩きダブル、さらにフロントのフィアレス、後ろ前のフロントダブル、とんでもない争いが準決勝で繰り広げられている。そして後ろ前のフィアレス、後ろに乗りました、オールフリップ、そしてサイドブッター、ラテンの血が騒ぐペドロ・ラファエル・マルテス、残り10秒木下歩き、さあ残り10秒切った後、ワンフリップ飛んでいただきましたが、ここはわずかにラインから外れてしまう。そして45秒残しているペドロ、さあ俺に力をくれと、会場の力そのものが彼のパワーとなります。彼は声援をこのような具合します。どうか皆さん彼に大きな声援を送ってやってください。まずはといったところ、ライユーズには38秒残しているペドロ、さあ同じく会場の力を自分のものにしていく木下歩き、高いエア、安定感のあるその空中でもして、ダブルバックにとも簡単に勝つダブルフロント、さらにバックからフィアーレス、スパイラル、アセンション、ワンエイティをさらに打ちます。ここで時間すべてを使い切りました木下歩き、前に後ろでダブルをダブルにつきました。そしてペドロ、残り38秒ドッカボ決勝まで来いのこつ気がしません。さあライン上高々とライン、エアを上げていく、そしてダブルで対抗する、さらにダブルフロントから狙いましたが、ここは見事に乗ることはできませんでした。初めて悔しそうな顔を見せましたペドロ、初めて彼のこんな表情を見ました。さあしかしここからさらに上げてくるでしょう、ラテンの血の男、ブラジルからの資格はこんなもんじゃありません。キングオブブラジル、2015年ワールドカップ世界チャンピオン、ダブルバックルズからダブルのフロントのフィアーレスに持ってきた、同じ技をさらにフィアーレスに変えて返してきた、オッケーエンジェルフリップ、いいゴール、とんでもないことを見せかします。残り13秒、ノリノリ乗ってきました、この男、この子に及んで何ということでしょうか。準決勝からそこまでするかという、とんでもない技を持ってきます。対抗心メラメラのこの男、でかいでかいラインをグラブしてのパーカラー、そして540、さらに540、スカイダイブで出る、あと1秒あります、あと1秒、さあラストチャンス、彼にとってのラストチャンス、まだ俺に乗らせろと言わんばかりの会場煽り、何を狙うのか、ここからさらに盛り上げる技を彼は持っているのか、それとも何も考えてないだけなんでしょうか。アンパチャライトをここで見せつけます。さあペドロ、ラファエル・マルテス、珍しく集中力を高め、今静かにラインに上がりました。ここからはアディショナルタイム15秒間、ラインから落ちるまでは、おっとー、なんと言うのでしょうか、エンジェルフリップ、おっとー、恐ろしいエンジェルフリップをスプレーされて、そのさらにエンジェルをバックバラで受けました。キングオブブラジル王者に大きな勝利をいたします。とんでもないトリックを叩き込んできますね、ペドロ。ジャッジホールドアップ、コングラチュレーション、ペドロ、ブラジルからの資格、見事決勝進出、しかしとんでもない